歩かないクリボーを発見。歩かないクリボーなんて存在しないでしょ。一マスの間に歩いてない。こいつ歩いてない、前に進んでない、なんで。え、なにチョロプーかよえ、あ、チョロプーでどうなるの。ちょっと仕組みよくわかんないけど完全に歩いてなかった。すごいな、なにこの発想、面白すぎるんですけどチョロプーの上にクリボー配置したら歩かないクリボーができるんだね。すごすぎる、これ面白すぎます。いいね、クリボーがいっぱい溜まったか。よし、どんどん潰していくか。このサムネ、うんこだ。ということでクリボーを30体以上倒してからゴールする面ってことですね。了解です。1って書いてる。これ、いいか、押してみようか。あー、そういうこと？え？もうすでに30体以上倒してんだけど。すでに30体以上倒してる。なんだこれ。ちょっと待って、クリボーかわいそすぎ、さすがに。これだって、あー、もう、170体倒しちゃってるからね。ここはなんだ？これ何？え、赤パウで？あ、ゴールだ。ごめん、もうなんかクリボーに申し訳ないわ、さすがにめちゃくちゃ倒しちゃったな。え、てかクリボーうんこ、はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしですね、今回のデッキと動画少しでもいいなと思っていただけた方はぜひぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンぜひ押していただけると本当に助かります。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画見てください。またね。